おはようございます。どうも、うまいすとけで届きましたよ。2024年の戦闘服がドン、こちら白い袋届きましたよ。開けますか。2024年唐津基本隊のホームユニフォームが届きました。いやー待ってた。富士フィルムスーパーカップ予選で神戸戦までには届けということで、ほんと、試合の前々日とかに届いてるけど、楽しみですね。開け、試合も。開けるか。ドン。あ、これが、岡田組明細書で名前と、注文番号が書いてあるんで見せないな。はい。じゃあ、開けますか。ドン。お。お、いいね。こう番号が見える感じが。漫画見る感じ入ってるのがいいんですね。きたー。まあ、ここも、ちょっと雑じゃない雑じゃない、キャセイ。行きますか。そうなんですよ。皆さん9番、9番って言えば、そう、ヤンドー・ダミアン。あと、ついだ、ブラジル人フォワード、エジソン選手ですよ。おー。これね、大きめ買ったんだけど、大きめしたら遠くの遠かったみたいですね、なんか。お、いいじゃん。エジソン。エジソン。エジソン、ちょっと、ためのように。エジソン。いいじゃないですか。富士フロンターレで、川月市が、出演100周年、おめでとうございます。100周年ということで、2014年の、2090周年の時のユニフォームみたいな感じですかね。こう、マス目に、川崎市のマーク入ってるんですよ。見えるかな？こういう丸っこいの。こういうのが入ってるんですよね。ところどころに。で、首元の3本ラインが、川崎市のカラーなんですよね。市のカラー。赤、緑、青、水色の。赤、青、緑色の3色。いいね。黒要素が少ないのは悲しいけど、フロンターレのチームから青黒なんで。でも、俺は好き。俺は好きです。なんか、スポンサー様が全部白で統一されてるのがいいですね。富士通様もそうだし、アンカー様も、ネオシー様も、エバダ様も、SMBC 日興証券様も、PWC 様も、みんな、白で統一されてるのがいいね。エジソンこの前早速 ACL の3等戦で動き出したからね。PK で。闘技パフォーマンスいっぱい見たいね。届きで。じゃあ来てみますか。はい、どうよ。いや、サイズは大きいサイズにしたんだけど、いつものように。ユニフォームってタイトの作りだから。あ、去年までになんか、またちっちゃかった気がするな、ユニフォーム。年々ユニフォームのサイズというか、サイズ感が小さくなってる気がする。気のせいか？いやー、今年は、エジソンにしました。いいね。爽やかでも、かっこいい。いいじゃないですか。ゴールキーパーユニフォーム欲しかったんだけどね。かっこいいよね、紫のやつ。はい、というわけで、私、エジソンの部屋も来て、届きとか、アウェイとか行くんで、スタジアムに行く際は、話しかけないでください。そうです、こっそり話しかけてね。こっそり話しかけてね、うまさんですかって。こっそり話しかけてくれると嬉しいです。差し入れとかも、くれると。ずらだん、ずらだん、ずらだん。というわけで、今年はこの1年、この戦闘服をまとって、戦いたいと思います。本当に頑張れ、応援してます、本当に。なんか、本当にと将来、関わるイベント、仕事、したいな。それは夢でもあるからね。本当にの案件をもらうっていうのも。はい。皆さんもぜひ、お近くの J リーグのクラブ、J リーグ60クラブあるんでね、近くに J リーグが違うと思うんで、J リーグのチームの試合見に行ってみてください。地元のチームを応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。タミオ本当で。今年はリーグと、よければチャンネルと高評価、コメントお待ちします。X、Instagram もツイッターフォローお願いします。また次回。
次回またお会いしましょう。スタジアムでもお会いしましょう。バイバイ。まったねー。いいなー、マジでかっこいい。紹介するの忘れてたんですけど、こちらユニフォームの左下、右下かな、右下にカラーズフューチャーアクションズカラスキ100周年というロゴが入ってますね。こちらカラスキ市政100周年記念のロゴですかね。おめでとうございます、カラスキ市さん。おしゃれだね、シンプルで。で、こっちは、モンタが掲げてる SDGs のとこですね。はい。いや、いろいろ、こういうのもおしゃれでいいんじゃないですか？はい、というわけで、ちょっと、紹介してくれてたんで、追加で撮っております。というわけで、ありがとうございました。いいね。おめでとうございます、改めて。